どうも皆さんこんにちは。始まりましたエコゴーということで、今日もですね、エコに向かってゴーしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ネザーの要塞を見つけてね、わーっと盛り上がってたわけなんですけども、どうやらハズレ要塞ぽくてですね、わかんないですよ、わかんないですけど、ぽくてですね、目的のネザーウォートがないということで、ずーっとマイクロの配信がネザーになっちゃってるんで、早くネザーウォートを見つけて、このネザーからおさらばしたいと思っております。ねえ皆さん、これさ、ここに置いてった方がいいのかな。神瀬さん持ってった方がいい。あー、なるほど、持ってくか。そうだな、もうここ来ないしな、持ち帰ろう。で、一回ね、金のズボンもね、壊れちゃったんで、エンチャントもしたいんで、一旦戻ります。大丈夫、大丈夫。テレサなんか怖くない。ここにいれば何も。で、こっからどうすんだっけ？あー、松明の方向か。オッケー、ダッシュ行こう。ダッシュ。オッケー。オッケー。ダッシュ、逃げよう。オッケー、オッケー、オッケー。松明ありがとう！ナイス、過去の俺、いや昨日の俺、ナイス松明、ナイス松明。で、こおい、で、あ、そうか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 、このこっから階段か。お、怖え、これいいな。欲張っちゃダメか。いやでもまだテレサもいないし、なんかさ、クリスマスツリーに使えそう。欲張り現金、欲張り現金。落ち着いて。オッケー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 、とりあえず到着で、できればエンチャントができる自分の家に帰りたいんですよ。で、自分の家はもちろんこっから帰ることもできるんだけど、なんとですね、あそこ皆さん見えます？ちょっとした橋あんの。あの橋ね、栄光ランドに続いてんすよ。あの橋渡って栄光ランド戻ります。ちょっと遠いな。そんな時は船だ。オッケー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 、ナイスオッケー、ナイスオッケー。やばい瞳森田さん、桜田くん神社の拠点はマイナス3、818。マイナス 3？ マイナス3ね。で、818ね。オッケー、ありがとう。あった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 。ありがとう、ありがとう、ありがとう。オッケー、一旦戻ります。オッケー！よし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 。よし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 。やっぱりあれか。ちょっと修繕とかつけよっかな。まず、金のレギンスを一旦、エンチャントしましょう。いよいよ、あ、でもさ、皆さんマグマ、ネザーでマグマでさ、釣り竿でキノコやって、なんか乗れるっていう生き物いたじゃないですか。そいつって、そのキノコって何でもいいキノコではないですよね。青いキノコ。あ、ネザーウォートじゃなくていいんだ。青いキノコでいいんだ。え、これ？あ、ナイスナイス。ちょっとこれやってみるか。いよいよ。OK。ね、待って、今の何？今の何？これ何？ロケット花火？花火の星？ちょっと待って、何これ？一個作っていい？ロケット花火。何これ？え、どうなんの？で？行くよ？しょぼい！しょぼい！え、これ何？何で使うの？これ。もう一回行くよ。
これ夜やるんか。夜やるんだ。夜。夜やったら綺麗なんだ。ちょっと夜なったらやってみます。あ、花火やろう。夜になったら花火やろう。海で花火。夜の海で花火。最高や。もうちょい暗くなるの待とうね。さあ、沈むよ。夕日。ねえ、どんな感じなんだろう。キラキラ、実はキラキラキラって空中上がった瞬間、パーンって花火が鳴ってる可能性あるよね。もういいね。打ち上げ花火まで。5、4、3、2、1、点火。変わんねえじゃねえか。ふてねえだ。さあ、エンチャントしていきます。やっちゃいます。ダメージ軽減。で、修繕を、持ってき、手に入れます。修繕くださーい。これか。エンチャント。オッケー。で、これで経験値が入れば、自動的に回復しますよと。で、俺もうトーテムってなかったっけ？あった！まだもう一個あった！これ持ってこ持ってこ持ってこ！え、皆さんこれキノコってどうやってつけるんですか？クラフト？あ、クラフトで？あ、これ、ほんとだ！キノコ付きの棒！オッケー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 、ナイス！ありがとうありがとうありがとう！で、クラ2個持ってんだ俺。もう一個置いてこ。あ、魚の目さん、クラつけたら外せない。だから2個持ってった方がいい。で、リードを持ってった方がいい。なるほどね。オッケー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 。オッケーじゃないでしょうか。行きますか、じゃあ。では、このまた桜田くん神社の、ところから、入って、また新たな、要塞を探しに行きたいと思います。いざ。レッツゴー！行ってきます。皆さん、あのさ、スライダーに乗るにはさ、やっぱ、マグマだから一番下に行かなきゃいけないんだよね。結構降りなきゃ問題かも。みんな？大変かも。みんな大変かもしれない、これ。一番下まで降りるって、あ、そこか。ここまでか。怖えなぁ。あ、あ、やべ。船、いてて、ちょっとごめんなさいね。はい、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 やってもった、みんな、栄光の短所出た。来んじゃねえ。そっとしといてください。構わないでください。僕に構わないでください。もうちょいか。もうやだ。怖えよ。マジで怖え。ねえ、いるよスライダー。あのスライダーどうやって呼びゃいいのかな。あ、キノコだ。キノコ。はーい。来た。で、どうした。ちょっと待って。お前。終わり。終わっちゃう。お互いのためにもよ。今は争うところじゃねえだろ。来たよ。で、ね、ちっちゃくない？ほんと、君乗れる？え？子供はダメ。あ、そうなんだ。来んなよ、じゃあ。お、大人。あ、いた。大人じゃない？あれ大人じゃない？オッケー。
で、で、これに蔵をつけて、で、で、乗れる？あ、いけるいけるいける！うわわわわわわわ！すごいすごいすごい！栄光号！栄光号！すげえ！初めてスライダーに乗ってる！めちゃくちゃストレートだけど！よっしゃ！もうこれでどん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 探していこう！要塞探していこう！ねえ、皆さん？これってこれ、このスピード？追いかけてくる。このスピードマックス？あった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 、ちょ待ってちょ待って、あれちょっと待って、あれこれスタート位置に戻ってきてる。松明あって、俺がテレサに襲われた場所じゃん。なんで一周すんだよ。え、ねえ R2 加速って本当？ R2 加速やってみるよ。ちょっと待って、 陸に近いところでやる、怖くて。R2 加速！全然加速しないけど、皆さん×？いや×は違う、×は絶対やめて、ねえどっか行って、お願いやめて。ねえ×？ ×やっぱ降りんじゃねえか、×やっぱ降りんじゃねえか、×やっぱ降りるやつじゃねえか、×やっぱ降りるやつじゃねえか、やばい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 、絶対そうだと思った、絶対そうだと思った。最悪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 、終わる終わる終わる、危ねえ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 、もうやだもうやだ。ダッシュどれなんだろうな、 L2 か、 L2 だ、 L2、 L2、 皆さん L2 でした。止まんのどうやんの、ちょっと早い早い早い、ちょっと待って、止まんのどうやんのねえ、ちょっとちょ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 、止まれ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 、これ止まんのどうやんだ、はい、はいはいはい、 R1 か、 L2 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 L2、 ダッシュ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 、あ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 、これはこれはここ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 、これ要塞じゃないの、これ要塞じゃない、要塞発見要塞発見、お、あ、来たやつだ。もう勘弁してくださいよ、本当に嘘でしょ。ここは初めて来たね、行き止まりか、ちょっとこう掘っていきますわ。ギリギリだけどついてきてくれ、気をつけてね、両サイドマグマだから。来た、なんか新たなとこ来たぞ。あれー、何にもないな。どういう状況？どういう状況？ちょっと待ってどういうこと？ねえなんで？ねえ天井にぶつかったから？でエンダーパール投げた俺。ここどこ？ここマジでどこ？あの世？ここあの世なの？ここどこ？え？違う！マグマの中だ！マグマの中だ！ちょっと待って！どこ行った俺の！俺の！ちょっと待ってくれ！頼む！頼む！俺の！スライダー！スライダー！早く来い！早く来い！早く来い！
いやー、やっちまった。マジでもう、本当に。なんであそこマグマに、天井低かったからってこと？え、ってことはさ、こん中ってどうなってんの？あ、ここは生きてんのか、生きてたとし、生きてたとてな。いやー、生きてたとてな。いやー、とてな、とてな、とてな。生きてたとてな。はぁ。こっちだわせ、はぁって言いたいの。富美男。富美男。富美男。あ、優しい。富美男優しい。立ち直れね。立ち直れね。そうか。そうだな。あー、難しかったな、スライダー。で、なかなか見つからなかったってのもでかかったね。はあ、なんか悔しいんで、ネザーウォート、何が何でもゲットします、俺。なんか悔しい、もうなんか意地、もうここまで来たら意地ですね。もう、マイクラとエイコーの意地と意地のぶつかり合いですね。絶対俺見つけますわ。以前に、自動経験値トラップを作った方がいいんじゃないですかっていう、これエメラルド結構ありますね、ことがありまして、自力でですね作ってみたんですよ。じゃあなかなかうまくできなかったんですね。できなかったんですけど、定期的にスタッフさんがですね、僕が生配信したマインクラフトを編集してね出してくれるんですよ。それが無限経験値トラップ作るぜの回にですね、実は無限経験値トラップってこうやって作るんですよってずっと今まで、自力でやってたのに、視聴者のありがたいね、視聴者さんのありがたいコメントとかもね、あえて見ずに、YouTube なんか見ずに自力でずっとやってたのに、実はこういう風にやるんですよって、まさか公式から、身内からネタバレ食らうっていうですね、まさかのアクシデント。ちょっと僕もね、知識入れちゃったもので、今回は、なんとなくそれを活かして、作ってみます。何が必要かな。無限エンチャント作るのに、そう、バケツと水だ。バケツと水が必要だな。できるかな。いや、やっぱね、なんでこう無限経験値のトラップが欲しくなったかっていうと、ネザーに行った時にやっぱ難しくてすぐ全ロスしちゃうんすよ。その全ロスした時にやっぱどうしよう、ここね、下ね、なんか懐かしいな、このここ懐かしい。家ね。そう、こっち家だよって。どうしてもね、またアイテム装備作り直すとすると、経験値が必要になるんですよ。で、もしね、また次ネザーに挑戦して、もし追い気になったとしても、無限経験値があるから、大丈夫だというですね、ちょっと自信にもつながりますし。待って。みんな！聞こえる？トロッコの音。まだやってる！トロッコまだ乗ってる！あいつ何ヶ月、年越してもずっと乗ってる！あ。で、こうやって水流れたところを狙いたいんだよね。そういう風にするためには、ちょっと待ってね。一旦湧き潰しも含め。やめて。で、水をこうやって流して作りたいんですよ。このスケルトンで作るか。じゃあそのためには、一旦ここを塞ぎます。一旦ここ塞ぎます。ほんで、その公式さんがね、公式さんって、いや、うちのスタッフなんだけど、宙に浮かしてたんだよな。宙に浮かしてたんですよ。そうか。結局、ここの上から水撒いたとしても、全体的に行かせるためには、空中に浮かせなきゃいけないんか。水で流れても、結局、このスケルトンと敵と同じ高さだと、こうやって挟まっちゃう可能性があるから、もっと深く掘らなきゃいけない。
ここの高さだったら、もし湧いたとしても、こっからスーッと行くもんね。オッケー。そうだね。全体的にここを掘る。トロッコうるせえな。はい。こうなりました。これだったら水が流れたら、こう、どこにも突っかえることもなく、スーッとここに行けるね。で、結局、今僕ここで狙ったんですけど、前回、自動トラップ作ってみて一番やっぱ良かったのが、すねいじめ。すねいじめだったんですよ。ここで、すねをガン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 攻撃して、行くのが、スケルトンも攻撃を僕にね、することができない。スネいじめが一番良かったんですよね。だからスネいじめを作るにはこうだから、あ、俺はもっと下に行かなきゃいけないんか。こっからスネをいじめるってこと？あ、わかった！俺はもっと低くいりゃいいんだ！こっからいじめることができるんか。ここでスネをガンガンいじめることができるんか。同じ高さで。ほら、こうやって。ここだったらスネをガンガンいじめることができる。オッケー！見えた！ちょっと待って。今ね、いいこと思いつきました。永遠に水が汲めるさ、ミラクルウォーターどうやんだっけ？オッケー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 ！これでいいんだ！響き完全にミネラルウォーターだけど、ミラクルウォーターこれでオッケーね。ミラクルウォーター出来上がり、で、ここで、こっち側に行かせるために、おおおおお、いいぞ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 、あれ止まるな。ここで湧きました。で、あれここで止まるな。どこで止まる？あ、ここで止まるか。したら、こっから向こうに巻けばいいんじゃない？いや、違う。やべ、押しの戻される。あれ？これすげえ難しい。ちょっと待てよ。ここで、ここに集まっちゃうな。あ！来た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 ！待て、どこにも止まるとこないよな。ここどうだ？ここちょっと、ここ不安だぞ。もしここで湧きました！で、止まるな。止まっちゃうな。これ、皆さんからヒントもらってもいいっすか？何が今これ、俺部屋作り間違ってますか？水の巻き方ですかね？トラマロリンさん、部屋を狭くしよう。なるほど。毎日眠いさん、部屋を狭くしよう。ピチャムさん、狭くしよう。ありがとうございます。こうでしょ？こっちも部屋狭くしよう。これでどう？はい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 。ちょっと待って、すごいいいとこまで来てんだよな。この水たちはこっちに行ってんだよ。あ、うるせえ。ダメ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 。湧きました。止まっちゃう。あれ止まっちゃう。ほな富士山正方形じゃないから。正方形じゃないから。正方形！なるほど！正方形じゃなきゃいけない。ありがとうございます。SO さん、救急がいい。救急！救急！これを中心に救急ってこと？ってことは、ここが中心に救急。ここを中心に救急。1、2、3、4、この位置だな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いや、ここに落としたいんだ。ここに落としたいんだ。オッケーオッケー。一回水撒いてみます。この辺からでいいのかな。はっ、え？なりました！いや、なんかいい感じ、なんかいい感じ。ここか？ああ、なんかいい感じ、なんかいい感じ。で、ここか？なんだこれは。この模様は。
いい感じなんだ、すっごいいい感じなんだけど、なんかこの団子四兄弟みたいなさ、これ団子四兄弟みたいなのは何、これを埋めるにはここか、はい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 、いいよ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 、したらもう一回水でここか、こっからこう流れるのはいいんだけど、あれここで止まる、あれ止まっちゃう、皆さん止まっちゃう、まめこさん奥一列に水をまきましょう、一定方向の壁から水を流す、なるほど、あれここか、ここここもかな、オータムさん最後の流れていないところを一段掘る、ここでこれでで川を作るか、なるほどなるほど、ちょっと待って、ここででこれをこうすれば、わわわわわわ、え、ここ！来たぜ！ありがとうございます、ありがとうございます、こっから出たやつがこう流れて二段式になるんだ、でこう来てこうなるわけか、なるほど、でスネいじめにするにはここ掘る、流れてきたここに落ちる、ここに落ちるスネ狙いたいからもう二段掘らなきゃいけないってことか、こうなりゃいいんだよね、こうなるんか、でここでこう攻撃すればいいんか、これさ一回やってみよっか、一回やってみよう、では一回行ってみますね、はい、来るよ来るよ来るよ、一回スタンバイ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 、ビッチャスネいじめます、おおおおすげえ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 、来た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 、お地上的に降りてきた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 、降りろ、あいつ耐え上がってる、耐えろ耐えるだ耐えるだ、おらスネいじめ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 、来てる来てる、皆さん地頭やばい、来てる、どうしよう、来た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 、耐え耐え耐えるな耐えるな耐えるな、身を任せろ、川の流れに身を任せろ、川の流れに身を任せろ、おら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 、よし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 、やばい、どうしようどうしよう、ペース遅えな、いい感じなんだけどペースがちょっと遅いな、ね、明るいんだな、明るい、スポナーのところのライトを外したとて、周りが明るいんだと思う、ひらめいちゃった、どうやってここの部屋を真っ暗にしてスケルトンたちをガンガン沸かせてあのスネいじめをするか思いついちゃった、あのさ穴掘る、要は結局ここにスケルトンが落ちるわけなんだけど、これをもっと深く掘ってもうここ真っ暗にしちゃう、ガラスが違う、あ、そうなん、まあじゃあさ、今はじゃあガラスにしたとして、ここがっつり掘って、ここ真っ暗にして、下は明るくすればいいんじゃないの？やってみていいですか？がっつり掘ってみます。光が届かなくなるぐらい。あーでもそうなる、で要はここで落ちてきたスケルトンをここでスネいじめするってどう、一回やってみていい、一回やってみていい、ここも暗くしときます、ライト今もうこれだけだよね、あれぶっ壊しますね、 OK、 いてここ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 、あれ落ちてこない。で、なんで落ちてこないの？
これか。これが邪魔なんだ。いる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 、皆さんいるいる、いっぱい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 いる。スネいじめ、よっしゃよしよし、落ちてこい落ちてこい。うわー、来た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 、え、なんで来た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 、向こうからは攻撃できないね。どうしよう、おら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 、我に経験値を渡したまえ。来るよ、よし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 、しかも落ちた勢いで、落ちた勢いでちょっとダメージ食らってる。よしよし、お、エンチャントの弓、エンチャントの弓、お、ガンガン来た、ガンガン来た、エンチャントの弓もらおう、エンチャントの弓もらおう、射撃ダメージ増加。ちょっと待って、一回さ、俺やばいか、やばいこと思いついちゃったかもしれない、やばいこと思いついちゃったかもしれない。ちょっと試したいことあるんですが、一個いいですか。自分のその自力で作ったんですよ、その経験値トラップを。ただね、いろんなことを試行錯誤していく中で、一旦ねマグマを下に置くっていうのをやったんですよ。で、マグマにその敵たちが落ちて燃えて敵は倒れるんですけど、マグマに入ると経験値は得られなかったんですよ。ただね、一回ネザーってマグマブロックに敵が触れてビシッビシッって攻撃食らって、確か経験値落としたような気がしたんですよね。一流アーティストがヒット曲出して寝てても印税入ってくるみたいな、一生寝てても印税入ってくる、印税生活できるような、寝てても一生経験値が入ってくる、経験値生活できるんじゃないですか俺。めっちゃぎゅうぎゅうに詰まってめっちゃぎゅうぎゅうに骨太、よし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 、わわわわわわ、めっちゃくる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 。で、ここにマグマブロックを置きたいんですね。来い、なんかすごいの来るんじゃない、マグマブロックで。どう、経験値は入らない、人生そんなに甘くない、人生そんなに甘くない。手伝ってくれる、手伝ってくれるよね、手伝ってくれる、マグマブロックが手伝ってくれる、攻撃をマグマブロックが手伝ってくれる。こうやって普通で最後のとどめで、えい、これでいいんだよ、最後のとどめだけで、えい、これでいいんだよ。ほら、経験値入りますから、入りますから。皆さんが言ってたスポーナーが近くに2個あったじゃないですか、ゾンビのスポーナーと骸骨野郎のスポーナー、要は2個近くにあれば2個とも同時に穴に落としてできるから効率がよくいけるってこと。やっと皆さんにちょっと追いつけた感じがする、ありがとうございます、ありがとうございます。ってことは同じ感じにして水をまいてここに落とすってことか。あー、でもそうか、このトロッコを壊さなきゃいけないんか。すっごい楽しく遊んでんだよ、トロッコ殺し壊しちゃおっか。いや、もうこれも憎きエンダードラゴンのためだな。ちょっとそろそろお前も大人になれ。いて、お前終わりだ。楽しかったろ、何ヶ月回ってたお前。ということで、このトロッコも壊します。お前、恩がねえのか、恩がねえのか、全部恩を渡って返すのか。いて、落ちろ、後でお前はやる、もうお前は遊んだ、行け。なんでこいつギリギリで耐えれんの、強くないこいつ、終わらせてやる、切り捨てごめん、僕イケメン、あ、すいません、これ面ついたら僕イケメンって言っちゃうんです。これ皆さん、正方形にすれば
例えばその9マスじゃなくても大丈夫ってことかな。なるほどなるほど、恵子さん水が8マスしか流れないから9マスでいい。なるほどね。ってなりました。これ外しましょう。こう行きます、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 こう行きます。で縦に流れました。で一回ちょっとこの辺暗いからちょっとつけておきます。掘ります。でおーおーおお、見て見て皆さん見て、あれ、あそうかそうかそうか、こっちに流れるための枠を用意してなかったな、すいませんすいません。こうしてでこうで合流できました。はい、できましたよ。こう湧きました。そうするとこう流れますね。僕今コントローラー触ってません。落ちます、落ちます。で合流します。でちょっと待って、危ない、ああ危ない、ちょっと待って、ちょっと待って、動くな動くな、危ない危ない、ちょっと待って、ちょっと方向キーが違う、ちょっと方向キーが違う、ちょっと方向キーが違う、ちょっと待って、やばい、ねえおい、エコ王子頼むぜおい、危ない。で、さあ皆さん、ゾンビの方もできました。これで早速、明かり消してやってみます。はい。OK。ちょっと待って。俺の居場所がない。俺の居場所がない。いけ、下降りろ、下降りろ、下降りろ、いいから下降りろ、下降りろ。いてててて、ちょ、いてて、いてて、ちょっと待って、おい、どこだ、どこだ、居場所がない、居場所がない。危ねえよ、もう。もうやめて。はい。ようこそ。はい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 。オッケー。すげえ。俺ゾンビ来ないね。キャモン、ゾンビ来ないな。ゾンビ、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 ゾンビ。あれ？またあなたですか？あれ？ちょっと待って、一回様子見てくるわ。これか。ゾンビ、これだね。多分これが。ああ、そうだね。真っ暗にしてあげよう。ここに、ガラスで、こうしてあげよう。うわ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 、めちゃくちゃ詰まってる。もうパーティーグッズじゃん。もう、最高すぎる。で、見て、すげえ、アイテム盛りだくさんよ。もう指なんか取れないもん。ゾンビ来ねえな。ちょっと待って、なんで。ちょっと現場見てきます。行きは来るんだけど大丈夫だよね。あれ、なんで下に落ちてこないんだ。レンさん、待機場がゾンビスポナーから離れてるからゾンビ湧かない。あ、そうなの？あ、そうなんだ。まあ、今日はこのスネいじめっていいよね。十分だよね、今日はね。そうだね。何？え、雷？てか、そう考えると、穴いらねえな。穴いらない気がしてきたな。うおぉ！集団できた！結構貯めたらいきますね。落ちてく、落ちてく、落ちてく！むちゃくちゃ落ちてく！オッケー、ちょっと一回行ってみます。我の、血となり、肉となれ。いやー、渋滞してる。おらら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 、おら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 、しびれる、手しびれる、手しびれる、指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 しびれる、刀が壊れるのが先か、お前らが壊れるのが先か、おら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 お
オラ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 、やばい、指が壊れそう。先に。残酷すぎるな。笑顔で。ジョナス鳥さん、ホッパー。ホッパーって何？え、水色さん、自動でチェストにアイテム入れる？ホッパーが？ホッパーが代わりに入れてくれんの？初めて聞いた、そのワード。何が必要なのかな？吸い込むだから、スライム。スライムとか？鉄とチェスト。あ、全然違った。鉄とチェスト。これ、あ！ホッパー！作りますね。はい。これはなんかあの骨粉作るやつじゃないの？田植さん、チェストの上に置く。はい、チェストの上にほっしゃがんでかで、勝手にここにアイテムが来るってこと？例えばこの中に入れれば、あ、ホッパーって書いてる。え、なに、ね、カウントダウン始まった。なくなってんじゃないよね、これ。数減ってるけどなくなってんじゃないよね。ここには消えました。まさか？ホッパーにこうやって入れたいものをこうやってやれば勝手に、これ意味あるのか？これ意味あるの？あ、ホッパーの上に置く。ちょっと待って、これ吸い込まれてる？あ、なるほどなるほどなるほど！なるほど！この上に乗ったアイテムは、このホッパーくんが吸い込んでくれるってこと？っていうこと？うわー！ペッパーくんみたい。自動トラップの下にこれを置いて、こうガン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 ここで攻撃したら、倒されてここにアイテムが引き、こんなに深いのか、マインクラフトって。マインクラフトってこんなに深いのか。これにもね、載ってないんですよね、そんな不思議なことは。こんなことね、このね、攻略本には載ってないんですよね。あ、これですか？あ、これはですね、うちのファンの方々がですね、地球の、海外の地球の歩き方みたいな感じで、マイクラの歩き方、栄光ランド、笑いと感動が旅に、栄光ランドの魅力が満載っていうのをわざわざ手作りで作ってくれました。もう栄光ランドの歩き方で、中にはですね、全部ね、観光地、栄光ランドの観光地載ってます。露天風呂、ツリーハウス、トムソーヤの冒険に出てくる男、よく出てくる男の子なら一度は憧れるツリーハウスみたいなこととか、エンチャントルーム、魔法部屋を意識して作られたエンチャントをするための施設、宙に浮いてる壁は市松模様のようにアメジストとガラスが交互になっており、まるで果物のブドウのように見えるすごくない？あ、書いてます。栄光ハウスの地下洞窟までちゃんと書いてますね。スポナーのことも書いてますね、ここにね。視聴者の皆さんと作った栄光の架け橋も載ってます。栄光の架け橋、あ、俺がこれデザインしたやつね、ツイッターに載せたやつ、こんな感じの作りたいですって言ってこれ載せて、で、出来上がったのはこう。見て、5匹のパンダのことも書いてますね。時代、死亡、スースー、死亡、エンエン、死亡、富尾、生存、スースースー、生存すげえ。今日なんとか成功しましたけど、経験値ザクザクトラップのことも詳しく書いてます、ここに。これにさらにね、新しいの作ってくるとはありませんけど、なんかこう追加追加で入っていったら、すごいですね。では楽しみにしております。では最後いきましょう、せーの、エイコーゴー。皆さんご視聴ありがとうございました。そして本当にアドバイスありがとうございました。ということで本日はここまででございます。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。気持ち溢れてる。
チャンネル登録、いいねボタン押してくれたらなお感謝。